お疲れ様です。財務省は人間のクズ。いや、カスやな。カス。あの、私たちが自動車などに保険をかけるじゃないですか。その保険の中でも強制保険っていうね、自賠責なんですけども、この自賠責保険って強制的に徴収するんですよ。で、これを払わないと、まあ、車検も通らないですし、そもそも車に乗ることできないんですよね。 まあでも、車の事故のことを考えたら、この強制保険でお金を積み増しておくっていうのは、やっぱりね、被害者の弁済のために絶対必要だと思うんですが、なんとこのお金をですね、財務省が横取りしてるんですよ。ね、自賠責の運用益、これをね、6000億円、盗んで、で、後からそれバレたから、借りてるんだっていうわけなんですよ。いや、盗んでるだろ。早く返せよ、財務省。って言ったら返さないんですよね。ちょろ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 返して、未だに返ってこないんですよ。それで、申し訳なく思うとか、今更言ってるんですけども、何なんでしょうね。 これ、自賠責のお金がないと、被害者がもし出た時にね、保証されないってことになるわけですよ。こんなモラルハザードを起こしておいて、なんかここでマスクしてるよね、おじいちゃんが、を居座ってるわけなんですよ。あクズというか、カスですよね、これカス金返せよ。泥棒。泥棒。これ電話かけろ、電話を。って感じですよね。まあ、そのぐらいのことを言っても叱るべきではなかろうかと思います。皆さんのお金はこうやってきれいに盗まれております。 多分これは韓国人か北朝鮮か中国人の回し者だと思いますけどね。ロシアかもしれないですね。まあ悪逆非道な国家に毒されてる国会議員は多いですからね。うん、困ったものです。私たちの寿命もあと少しなのかもしれません。いってらっしゃい。